皆さんこんにちはコゼノです。ついにねやってしまいましたよ。私はあの重大なミスを犯してしまいました。もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、この前上げた日本の動画、日本語教育能力検定試験の解説の動画、括弧14と括弧15の問題公開したんですけど、あれもう過去にやってたんですよね。<laughs> 撮影してて、ね、全く気づかなかった。あの動画をねあの撮影した後西川さんに送って西川さんからあこれ前あの解説してましたけど公開しますかって言われてって気づいて探したらあもうやってたみたいな感じで言い訳します。言い訳1。一応ね撮る前にどこまでやったっけって検索したんですよ自分の YouTube 動画内を。それでもねなんかね 1415が見つからなくてあやってないんだなと思ってやっちゃった言い訳2個目なんかね毎日自分の頭の中で授業してるからその説明ってもう動画で撮ったっけ撮ってないっけみたいなことが分かんなくなっちゃってるんですよね言い訳になってないねすで日本教でございますえっ、ー、と今日はですね原稿のシリーズの続きですねやっていこうと思いますえっ、ー、と合成語の種類、えー、丸三ということで今日は この言葉をやってまし、あ、ょ畳をかけるというかねまあ重複語みたいないう意味なんですよね「上語」っていうのがですねこの上語というものを、えー、皆さんに解説していこうと思います、えー、とまず「上語」なんですけどこれどういうものかっていうと同じ語気を2つつなげてできたねポイントがですね同じ語気を2つですね同じをつつなげるっていうのがこの上語の条件だとで まあ、それってどういうことっていうふうにちょっと図を見てみるとこれで気づくっていうかまあね勘のいい、まあ、方はねもう既に気づいていると思うんですけど同じ語気を2つなげるっていうことはまあ「語気」と「語気」ということになると。でこの図ですね前回の動画で見ましたよねつまり複合語の時に「語気」と「語気」をこうつなげて、えー、こう図で表したんですけどまさにこれ複合語の状態になっていると。 なので一応赤本などではこの「上語」という言葉はなんか合成語の種類の中でまあ派生語があるよ複合語があるよ3つ目「上語」があるよみたいな感じで書いてあるんですけどあのそこちょっとレベルが変なんですよね。レベルが変だっていうのはどういうことかというと上語っていうのは語気が2つつながっているものでたまたまその「語気」こことここの「語気」が。 同じ語気だよとこことここがね同じ語気使ってるんだよっていうふうになればこれ上語になるよと。で状態としてはこれも複合語の状態になってるんですよねだから言ってしまったら上語っていうのは複合語の中の解分類という風になるんですよ厳密に言うと。なので、まあ、複合語ね語気と語気が合わさったものがあるんだけどその中でも特に2つの語きを合わせてて しかもその語気が同じ語気を使ってるっていうふうになった時はそれ「乗語って呼ぼうね」っていう話になってるのでまあそれだけねあの覚えておいていただけたらいいかなと思います。まあ、だから複合語っていうのはちょっと今言ったみたいにえ語気同士の関係によってちょっとね種類がまた分かれてくるんですよ。 一応赤本には載ってないんですけど、えー、他にもねあのいくつか1つ2つぐらいあのその複合語の種類回分類として情報以外にもあるので、まあ、時間があったらね紹介していこうとは思うんですけどまあ赤本に出てるっていうことで今日は情報を扱っていきます。まあ、同じ動きを使うということで、えー、そんなにね構成としては難しくない見た感じとしては難しくない構成になってるので、えー、とーまあ えーっていう風になあに赤本みたいなねなりそうなところなんですけど、まあ、そっからねかなりあの学べるところとか考えられるところで特に試験とかでこういう風な聞かれ方するかもなとかっていうところがいくつかあるのでそれをご紹介しながら今日,今日の動画をねちょっと内容を濃くしていこうと思うんですけど、まあ、実際例を見てみましょうか。えっ、ー、とで <laughs> ねここにいろいろ例を書いたんですけどあの分かりやすくするために 同一の語気後ろの方の動きっていうのをちょっとまあ基本はこの後ろのその情報だった場合後ろのこの2つ目のものはあのいわゆる踊り字と呼ばれる踊り字踊り,踊り字と呼ばれる、えー、こういう文字だったりとか縦書きだったらなんかこういうなんか句,句をかくてを 句をななんか伸ばしたみたみいなやつ踊り字ね3つ4つぐらい種類があると思うんですけど、まあ、今はこれが、えー、と主流というか多く使われますかね、えー、こう書くと繰り返してるよという意味になる、えー、踊り字とに使いますけど今回分かりやすくするために、えー、後ろはひらがなで、えー、後ろの後続の動きはひらがなで表記しております。まあ、例えば「人々」ね「人々」というのがあってまあもともとこの「人」という動きがあって でその後ろにねもう一個人という動きをつなげ同じ動きをつなげてるんですけどちょっとポイントがここにね、まあ、いわゆる連絡と言われる現象なんですけど後続の要素の、まあ、1拍目の音が、えー、濁音に変わる連絡という、えーまあ、現象これまたね連絡っていうのは別の動画で説明しようと思うんですけど、えー、そういう現象が起きてるまあでも同一の動きだよということになってると「人々」で。でこれまあ、えー、と人という名詞。 名詞ねね個重ねてるよで名詞を2個重ねて最終的にそのねこの人々ってどういう品種になってるかっていうとまあ名詞になってるわけですね。えー、あ N はナウンの、えー、頭文字名詞ですね。名と書いてあるよな。名。まあそう結果的にも全体としても名詞になってるよと。で他にもね同じような例で「いえいえ」。 <laughs> 家々とかして、ね、家それぞれの家でみたいな家がたくさんあって「家々では」とかってね、まあ、人々はよく出てくる例ね例えばあの、まあ、年末になると「家々ではし、えー、め飾りなどを飾って」とかそれぞれの家で、えー、そういう飾りを飾ってるよとかっていう時に、まあ、使うんでしょうか家々ですねこれも、えー、と名詞を2個重ねてるというで全体としても名詞になってるよと。 いう構図になっているとで例えばこの辺のね今名詞を2つ重ねたという、まあ、タイプの、えー、情報があって例えばここでもね少しいろいろ話すことができるんですよ。えー、例えばその今特に言ったイエイエ「いえいえ」例えばその2つこの重ねることによって結局ね同じ動きを重ねてる重ねてるんだったら何かこう1つ使う時より何か変化がないと変ですよね。人って使う時 で「人々って使う時」家って使う時「家」家って使う時「家」って使う家」って使う時じゃあ何が違ってくるのっていう話がやっぱりこういう情報では大事になってきますよね同じ語気を重ねてるのに何も変わんなかったら意味がないのでまあ例えばじゃあ「人々」とか家「家」っていうふうに重、ね、名称を重ねることによってどういうふうに意味の違い一つ使う時,より時,時と比べて何が違うんだろうっていう話になってくるんですけどまあ簡単に言うと例えば「 思いつくののが複数にななったのかなとかとね、えー、いわゆる人々というのは、まあ、たくさんいるとか複数かな家家いいいいってった,たくさんあるから家いい複数かなって思うんですけど、まあ、日本語ってあんまりね複数っていうその考え方複数形とかね英語と比べるとなんか明確に、えー、そういう形を持ってないですよねでもこれ,これいわゆる複数形かなというふうに思うとただですねあの複数形つまりその複数いうことによって全体をね たくさんあるものを2個以上あるものを示したいとかそういうイメージではあまりないんですよね実はむしろ個別的今この家々で出した例のように、まあ、年末になると家々では締め飾りね締め名締め飾りとかお正月の飾りが年末の飾りが家々では飾られるとかって言った場合たくさんある家とかって言いたいわけじゃなくて それぞれの家では各家庭ではっていうふうにむしろ個別性たくさんあってそれの個別性を言いたいというようなイメージの時にこの常語っていうのを使ってるねなのであの実は複数とか全体を示したいわけじゃなくてむしろ逆の心理なのかなとたくさんいてそれで一人一人に 焦点を当てたいようなイメージの時に「人々」とか「家々」ってのを使ってるんだなっていうイメージになっているので、まあ、こういった話も検定試験に出る可能性があるんですよね。例えばこういう語、ね「情、え、語、ー」ね語気を重ねて使う「情、えー、語」っていうのが、えー、これは複数形というように考えられがちだから、えー、むしろ個別性を、えー、言いたい言葉であるとか個別性を、えー 個別性について言及したい言葉であるとかっていうふうに来た時にあそういうこと言ってんだなっていうふうにその分かるかどうかっていうことなんですよ。あの特にあの問題試験3とかのねあの文章題があってそこの説明を読んだ時にそういうこと言われてえ何のことっていうふうになっちゃうと問題が解けなくなってしまうっていうことが起きるのでもう常にねそういうことをちょっと考えていくどういうふうに聞かれたりするかなとか、えー、いうことを考えていくといいかなと思います。 ほか、まあの例を見てみましょうか例えば「と時々」なんていう言葉、えー「時々」じゃあこれどんな品種重ねてますかというところで話すとこれも名詞かけるになんですよね名詞かけるにこっちと同じ構造になってるんですよ「時」というね時間をまあタイムを表す言葉を重ねて「時々」。 じゃあこの「時々」って言った時にさっきをね名詞2つを重ねても名詞になったよと「人々が」とか「いえいえが」と。で「時々が」ならないですよね。つまり助詞がつかないので名詞を2つ重ねてはいるんですけどこれどういう品詞になるかというと「副詞」ですね。 つまり、えー「時々公園に行きます」とか、ね「時々行きますね」ね福祉として使われているということでまたねこことはちょっとまた違ってくるんですよ、まあ。そこまで厳密に見るかどうかとかなんですけどでも問われても不思議ではないなぜかっていうと「その情語って紹介しているし」みたいな、まあ、だから言ってはいないんですけどね赤本とかででもだからってそれ文句言えなくて赤本で説明されてないから。 そうういいいの方もかななよとはは文句は言えないんですよねあのこういういのは出てくるる可能性があると、ね、で自分でもね常にどういうふうに出してくるかなとか問題どういうふうに考えてくるかなということを考えてねあの赤本とかを読んでいただきたいんですが、まあ、これがね福祉になってるちょっとこことはちょっと種類違ってくるんだなっていう目を養っていってください他に今ですね名詞を2つ重ねていったんですけど他に別の品詞を重ねていった場合どうなるか。 休みまああれですかねんか冗談も「休み休みとか「休み休み食べる」「休み休み走る」とかつまり「休みながら走るみたいな「ながら」の意味が出てくる言葉になるんですけどじゃ休み休み」っていうのはまあ「休む」動詞ですね。動詞を2個重ねてる。 でえーとまあ、特にこれは「休み」で「まあ、連用形」形国語教育で言うと「連用」形というね「ます、あ」の前の日本教育で言ったら「ます」の前の形な休みます」休み「休み」「休み」「休み」ねえー「連用」形を2つ重ねている言葉なんですけど「休み」「休み」「走る」とかって言った場合これじゃあやっぱり品詞何かっていうと名詞とか動詞ではなくてこれまた「副詞」なんですよね。まあ、つまり動詞を2個重ねて 副詞になる副詞として使える情報もあるんだなという話が出てくるとで特に、ね、これは連用形だよということになってくる。じゃ他にねえっ、ー、と見てみるんですけどえっ、ー、と「生き生き」というね言葉があってまあ生き生きまあこれはえっ、ー、とまあ動詞。 動詞の2個重ねたもので定語になってるんですけどまあ、えー、じゃあこれどういうふうに使うかっていうと例えば「生き生きと、えー、働く」とか、えー、今「生き生き働く」でもいいと思うんですけど「生き生きと」ってでてきましたよね。とが出てくるつまりその「と」を伴うことによって、まあ、福詞として使える、えー、というイメージになるので。 これも連用形、えー、行きますね連用形を2つ重ねてる動詞なんですけどいや先ほどね「休み休み走る」とかって「休み休みと走る」ってあまり「と」はつかないんですよね。でもこっちは「生き生きと働く」とかっていう風に「と」がついて福祉として使うことが多いよっていう話が出てくるのでまたちょっと違ってくるのかなという話になってくるんですね同じようなもんでもね。じゃあ次に、えー、次に次。<laughs> えー 次次これまた微妙な話でどっ,ちかどっちが先かっていう話になるんですけど、まあ、つまり次つまりそのあの動詞と動詞が重なってるっていう考える可能性とあとそれか、まあ、もうそもそも次っていうのがもう。 名詞になってる転生名詞として名詞化されてその名詞を重ねたっていうふうにも考えられる、ね、まあちょっと微妙なところかなと、まあと動詞かな名詞かな、まあ、今だったら名詞って考えた方がいいかもしれませんね名詞かなみたいな。でえー、とまあ次々でこれまたちょっと何で紹介してるかっていうとさっきの「生き生きと」っていうふうになりましたけど次々と」とか次々にみたいな感じで「と」もと」もいいし にもいけるなみたいなのがあるんですよねあと思い思いとか思い思いにとかにがいけるパターンのこういう情報があると生き生きにっていうのは言わないですよね生き生きとなんですよねなので情報にする と、まあ、やにを伴って副詞として使える言葉があるよとかって言われた時にあこういう例だなっていうふうに思い浮かべられるかどうかっていうのが非常に検定試験などでは重要になってくるんですよね単純なこんな情語という情報だけなんですけどそこから学ぶべきことはたくさんあるということなんですね。次々、まあ、これ副詞かなというふうになっていると。今えーとまあ一応 動詞のを起源に持つ言葉連用形連用形まあこれも連用形とか、ねまあ、名詞になっちゃったかなとかって考えるんですけど、えー、でさらに「等とか「に」がつくようなそれで副詞になりよとかっていう違いを少しずつ見ていったんですけど連用形ではなくて、えー、返す返すこれは、えー、動詞が2個というところではつながっているんですが。 返す返すというのは、えー、今回これ連用形では返し返しとかじゃなくて連用形ではないですね収支形、えー、つまりまあ辞書形というふうに日本教育では言った方がいいんですけどいいでしょうか返す返すこれ辞書形収支形が2つつながっているタイプのものだよと、えーかまあ、繰り返し繰り返しっていう意味ですねまあ複にあるのかなでえー、まあ なんかですねものの本によると今だとまあ連用系でこういうふうにあの新しい言葉が作るのは少し生産性が高いらしいんですけど「返す返す」みたいに収支系でやるのはちょっと生産性が低いかなというかまあつまりもうあのなんだろうな。 固定の言葉、えー、こういう言葉、えー、ますますとかああいうのも定語の期限定語期限に持ってる言葉なんですけど、えー、まああまりもうこれ以上作られないかなと、えー、決まった言い方があるっていうだけだよみたいなことを,を、えー、本で見たことがあります、まあ、そんな形で、えー、終止形の動詞を2つ重ねて副詞っていうパターンもあるぞという話なんですねさらにじゃあ今名詞を2つ重ねる 動詞を2つ重ねるとかって話をしたんですけど形容詞はどうなのって話になって形容詞もありますね。えーうん、近々、えー、まあいい形容詞を2つ重ねて「まあ、近々伺いますね」とかね、えー、言った時に、まあ、これも副詞として機能してる感じでしょうか。まあやすやす」「やすやす」とだったら まあ、あの安はまたちょっと話が違ってくるのかな。うん、えっ、ー、と、まあ、近々形容詞二つ重ねて副詞。まあ、薄薄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 薄気づくとかね。そういったものもあります。 あるでしょうか、えー、というような感じで形容詞をね2つ重ねて副詞っていうパターンもあるということなんですね、まあ、ちょっといろいろ話をしてきましたけどとにかくねあの非常にこう「上語」っていう一言だけ言うと説明もね赤本では23行ぐらいで終わっててあの単純に語気2つ重ねるだけなんでしょうっていうふうになるんですけどそういうねあの薄い情報からもこういうふうに濃い話が 考考ええようと思ったら考えられるわけなんですね、えー、この辺り出されてもちょっとまあ文句は言えないというか情語ってもう知ってるでしょうみたいな。えー、でそれでまあどうなんだろうねえっ、ー、と話の中で、えー、名詞をや動詞く、えー、まあんだろう選択肢の中でん、えー、だろう情語に <laughs> できる言葉語気っていうのは品詞が限られてるとか、えー、品詞が名詞 だだけだとかって書いた時に要は名詞だけじゃないじゃんみたいな動詞とかもいけるよみたいな感じでそれに対して違うよって判例あ思い浮かべられるかどうかとかあと、えー、名詞を2つ重ね,て重ねた後に名詞にしかならないとかって言った時に、えー、ああ人々とかいえいえそうなんですけど時々はね名詞2つ重ねてますけど福祉になるじゃんとかっていうねそういうとこに判例に気付けるかどうかそういうところをね、あのー、養っていく。 養っていくと検定試験ってなんか非常にこう受けやすくなるというかあの受かりやすくなってくると思いますので少ない情報からでもそういうことを勉強して、えー、行っていただきたいというふうに考えているんですねあとなんだっけああとですねもう一点お伝えしたいことが、えー、とこれねまあ結構日本語の言葉ってこういうふうに二つ言葉を重ねたときにそのなんだろうな品詞品詞って何によって決定されるかというと結構ですねやっぱりどうしても 後,続後ろにくっつく言葉が品種を決定することが多いんですよ。やっぱり後ろの方にね重要な要素がっていうのが詰まってくるのでただこの情報に関してはちょっと若干例外的で例えば名詞を2つ重ねても重ねてる重ねて全体で名詞だよとつまりまあ後ろの皇族の品種とね全体の品種が合ってるっていうことがあるんですけどこの辺を見てみると名詞を2つ重ねて皇族は名詞なんですけど 結局全体としては福祉だよとかっていう品種が決定されてるとか動詞を2つ重ねてるんですけど後続も動詞なんですけど全体としては福祉だよみたいな感じであんまりこう後続の語気によって全体の品種が決定されないっていうちょっとそういう特徴も持っているんですよね。そういったことをねあの問題文で言われて理解できるかどうか分かるかどうかっていうことをですねえしっかり意識して勉強してみるといいかなというふうに思います。というわけで。つを取っても さまざま勉強できることはあるということですので、ぜひいろんなね、えー、視点を持って学びを深めていただきたいといううに思います。ぜひ皆さんの勉強の糧にしてください。個人式日本教室ではメンバーシップ制度というのを導入しております。月額190円でメンバーにご加入いただくと、本編ではお話ししない裏話ですね、をお話しておりますので、興味ある方。 いいららっしゃいましゃまたらぜひご参加をご検討ください、えー、本日は1つの答えを求めると自滅するという話をしようと思います、えー、興味にありましたらぜひご覧にご検討くださいそれでは本編はここまでです、えー、それではまた次の授業でお会いしましょうさよなら皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます、えー、この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いしますまた明日の授業で会いましょう